日常演技の食歌日記へようこそ。さて本日の演技はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのチョコクリスピーとチョコワを食べたいと思います。このチョコ系商品出てくるお猿さんというそういうキャラクターもケロッグおなじみのキャラクターです。さてそれぞれどんな感じになってるのかな。それでは早速チャンネル登録よろしくお願いします。はい、器に出してみました。ではまずはこのままいただきます。そのまま食べるとサクサクで甘くて美味しいけど、やっぱりこれがないと始まらないよねって始まってるよ。いつものようにヨーグルト入れて、はい。おっと、入れすぎたか？いや、そんなことないね。このまま混ぜていくと、こうなります。やっぱりヨーグルトが入るとまた変わった味になって美味しいですね。こういうのは。で、今回より美味しかったのは、どちらもチョコレートに関しては牛乳やヨーグルトを混ぜるとちょうどいい感じに溶け出てくる甘みの強いチョコレートでしたね。あれが溶け出たヨーグルトとか牛乳とかいいんですよね。でその上でこちらのチョコワにつきましてサクサクとした食感がある丸型シリアルであっさりといただくことができました。でもサクサク食感でいうとこちらのチョコクリスピーの方がもっと歯切れが良くて程よい大きさなのでこちらに分があるかなと思いましたね。なので軽く食べたい方はこちらちょっと量も多いので多めに食べたい方はこちらという形で分けるのがいいかもしれないですね。自分はこちらの方が好みでしたので今回はこちらのチョコクリスピーを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは身近よに私が願うのこの愛か、きっと叶えてほしいんでしょうね。身近よに願って叶うのかどうか分かりませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。